現代ユリス・ナルダンの腕時計ユリス・ナルダンは高級時計メーカーである。クロノメーターの製造を主に手掛けてきたことから怒りをトレードマークとしている。現在はケリングの傘下となっている。創業者のユリス・ナルダンは時計職人であった父レオナール・フレデリック・ナルダン、マリンクロノメーター製作や天文時計製作の 専門家であったフレデリック・ウィリアム・デュボア、ルイジャン・リシャールに学び、1846年に、ルロックルで創業した。1862年のロンドン万国博覧会で、出品した時計が金賞を受賞。1876年に創業者が53歳で、亡くなると、息子のポール・ダビドナルダンが後を継いだ。 特に船舶用クロノメーターの分野で、ほぼ独占状態になるほど成功し、50カ国の海軍に納入された。日本海軍にも多数が納入されており、今日では、戦艦ミカサに搭載されていたクロノメーターを、横須賀市の記念艦ミカサにて見ることができる。このクロノメーターは、輸入代理店となっている、銀座店衝動の依頼により2004年から2005年にかけて、 復元修理された。懐中時計の分野でも、超高級時計として、非常に高い地位を得、1908年に、明治天皇と、吉人皇太子が、懐中時計を3個購入した記録が残っている。また、1930年に、成功が超高級時計、成功者ナルダン型を生産する際ユリスナルダンの、製品を、ほぼコピーしている。しかし、 腕時計への移行が遅れ、さらには、クォーツショックにより、苦境に陥った。ユリス・ナルダン復興に尽力したロルフ・シュナイダーと、ルートビヒエクスリン1983年に投資家の、ロルフ・ W ・シュナイダーに買収され、ルートビヒエクスリン博士による、いわゆる、天文三部作により、高級複雑時計メーカーとして、復活を遂げた。シュナイダーは、 ユリスナルダンの買収を検討しつつも波の時計を作っていたのでは再建はおぼつかないと思っていた頃にスキーリゾートでアストロラーベに接しその復元者であるエクスリン博士と知り合ったというアストロラビウムガリレオガリレープラネタリウムコペルニクステリリウムヨハネスケプラー2001年にシリコン製脱進機を用いたフリークを発表後に 大手メーカーが追随することとなるシリコン製ムーブメントの宣伝をつけた。2002年の ETA2010 年問題を機に自社製ムーブメントの開発に着手。2006年に初の自社製キャリバーキャル UN-160 を発表。2012年にはシリコン製部品を用いたキャル UN-118 を搭載した。 マリーンクロノメーターマニュファクチュールを発表。さらに、エベルがレマニアと共同開発した、クロノグラフムーブメント、キャリバー137の確保に成功した。2011年に、エナメルの扱いに長けた、文字版、サプライヤー、ドンツェカドランを買収。同年に、シュナイダーが亡くなり、夫人のチャイが代表取締役に就任した。2014年、 ケリングが株式を100%取得し、シュナイダー夫人は、取締役に留任した。同年、バーゼルフェアで、新式のムーブメント、ユリス・ナルダンアンカーエスケープメントを発表。ビューズ、ジョン・パトリック・プルーニョアポインテッド CEO of ユリス・ナルダン。保人系ビジネスニュース、https、www. 保人系 .com アーティクルズ。 パトリック・プルーニョ・アポインテッド・ CEO ・オブ・ユリス・ナルダン。ケリング、オート・ルロジェリーブランドのユリス・ナルダンを買収。ケリング、2014年7月30日、2015年9月5日、閲覧ケリングの本格時計グループ構想、グレッシブ。ありがとうございます。